割6分9厘という藤井さん。左中間へのフライはセッターを追いかけるがフェンス、一気に二塁へツーベースヒット。立ち上がりストレートを2球続きましたが2球目を持ってかれました。ノーアウトランナーは二塁です。確かに甘いコースでありましたが結構飛びましたね。高さがねやっぱり少しでも高めに浮きますとね、まあ、この横浜スタジアムの場合は楽天の本拠地であるクリネックスタジアムよりはねやっぱり狭い飛ぶ球場だと思うんですよ。ライトへライナー取りました。サリーランナータッチアップホームインです。1点先制。鉄平の犠牲フライで1点先制、まあ、フライというかライナー性の当たりでしたが、完璧に取られてますよね、まあ、本当にね、鉄平という選手自体がその先入観を持って立つバッターではないと思うんですよね、ですから、まあ、来たボールのその感覚で打ってくるバッターなので、まあ、小林のね、その変化球今日そのまっすぐもそれほど切れてるように見えない立ち上がりの中ですから、そのイーグルス今日は先制はこの人鉄平の犠牲フライというか犠牲ライナーです。加藤さん、はい、打ったのはチェンジアップだったそうなんですが本人曰くうまく打てましたということなんですが、まあ、バッティングについてはそれだけでですね、はい、その後に続けた言葉がひじりが、まあ、ひじり沢がですね、いきなりツーベースで焦りましたという言い方したんですね、ですぐそばでそれを聞いていたひじり沢がそれはどういうコメントですかというようなね、明るい会話が、イーグルスベンチ内に出てます。リポートは石原貴人アナウンサーです。まあ、楽天もというかパ・リーグ全体が交流戦好調なんで ね、そうですね、まあ、順位自体はそんなに変わらないんですけれども依然5位というパ・リーグの中の楽天。ライトへ高く上がったフライライト下がる下がる見上げた鉄平のソロホームラン今シーズン第3号。好調鉄平が3回表追加点。小林太志序盤でも今日は2失点です。今もなんか鉄平は簡単に持っていったと軽く打ってきましたよね、ちょっとタイミングがずらされてるんですよ、ずらされてるんですけどもやっぱりボールが高い分だけその運ばれる、まあ、バッターにはチャンスが増えますよね。まあ、先ほどの犠牲フライの時もチェンジアップがちょっと高めにね確かに入ってましたが、まあ、同じようなチェンジアップ外寄りに行ったんですけど ね、まあ、やっぱり調子がいいバッターですからなかなかそのタイミングを外すというのが、ね、難しいですよ ね。今シーズン第3号のソロアーチで今日の2得点はいずれもこの鉄平です。またちょっとねいろんな冗談めいた話が三塁側であったかもしれませんが、さあ2対0となってイーグルス4番の中村典弘を迎えています。先ほど2回のピンチを出すとき特に肘井さんへの投球のときはだいぶ低めに来始めたかなと思ったんですけど ね、そうですよね。今度は中村典弘左中間上がってあー2者連続だ。2者連続ホームランを打たれました小林。第7号のソロホームラン3対0。今はちょっと大きな声出しましたが結局ねやっぱりねボールが高い野村投手も ね、まあ一つ本当はね間を空けに行きたいんですよ ね、行きたいんですけどもソロホームラン2発なんですよ。だから行くタイミングとしては非常に難しいと思うんですよ ね。まあ、でもこう切り抜けるとね中盤以降はまた横浜にも可能性が出てきますが大量点となるとあっと足元を抜かれて1人帰ってくる。二塁ランナーも帰ってくる。ボールはどうか。タッチはできません。2点追加した楽天ゴールデンイーグルス5対0に変わっています。渡辺直人の2点タイムリーヒット。序盤3回でもう5対0。低
足元こう抜かれたブーチェック、うん、外国人ピッチャーの多いパターンでね、投げ終わった後にその体勢をファースト側に持っていきますよね、その分ねやっぱり取れるポジションだとは思うんですよ、普通に投げてるとですよ、はい、ただまあこれも言っても仕方ないんですけど、倒れ込む分だけセンター前がこう広く空いてしまいますよね、現在2番手ブーチェック奮闘中、そのブーチェックも渡辺ラウトに2点タイムリーを打たれ、得点は5対0です。ツーアウト2塁1塁から2番高須レフト前、ランナー帰ってくる、さらにタイムリーヒットで1点追加、イーグルス6点目、序盤で大きくリードを広げているイーグルス。ベイスターズ先発小林太、さらに2番手ブーチェックも捕まっています。この試合解説はベイスターズ OB の高橋正弘さんでお伝えしています。いやブーチェックもちょっと捕まってしまいましたね、捕まり方の問題だと思うんですよね、ここまでねやっぱりブーチェックが抑えとして、まあ、どうかと中継ぎに持ってこなきゃいけないというのはね、やっぱりコントロールあるいは変化球がねやっぱりないんですよね、そこをいいコースに行ってしまえば大丈夫ですから、ストライクゾーンだけで勝負しているような感じも受けなくないんですよ、ですから狭いこう投手にとってはね難しい投球になってきてると思うんですよね。だからもう少しやっぱりインサイド厳しいボールあるいは抜けざらすボールっていうのは必要になってきますよね、ライト向こう井上投げるが見上げた、また入ってしまいました。ブーチェック首をひねって島の第2号のツーラン、ベイスターズ今日イーグルスに3本のホームランを許しています。6回表2点追加8対0、インサイドからのスライダーだと思うんですけどね、結局ねやっぱりバットしっかり振ってくるんですよ、はい、でゾーンが高い分だけ上に上がってしまうんですよ ね、まあこれも島もでも右足をこうね、意識を変えずそのままライトへ、ただねそれほど長打力があるというバッターではありませんから、ですよね、簡単にね今のライトスタンド、まあ、中断とは言いませんけども、ギリギリではないですから、はい、そういった意味ではねやっぱりそこをしっかりバッテリーとして考えないといけないと思うんですよね、まあ、本来4番に座っていなければならない男でありますが、こちらが過去5年の成績、2007年は43ホームランそして108打点と2冠に輝きました。セリーグでもホームランを、そしてパリーグでもホームラン王に輝いている山崎武史です。まあ、あとは山崎の場合なんといってもこう年齢のこともね、はい、いろいろこう言われますが、年齢プラスその記録を今年も作れるかという中、高々った山崎武史にも一発がありました。ベイスターズは今日4本のホームランをイーグルスに献上、山崎にも一発、鉄平、中村、山崎、島、この4人で今日はホームラン、山崎武史の第12号ホームランが生まれました。小杉も打たれて9失点、だと思うんですけどね、今のそのちょっとこう前に行き気味の、はい、まあ、山崎の打ち方なんですけどね、まあ、ああいうのが出てくるとこれ乗ってくる可能性があるんでね、まあ、今日の試合だけじゃなくてね明日の試合も考えなきゃ。右中間ここは広く空いていました。さあ俊足はどこまで行くか、二塁蹴って少し緩めたが三塁へ向かう、一気に内村健介三塁まで行きました。ノーアウトランナー三塁。まあでもね、不言を呈せばですよ、はい、今のあたりでセカンドベースを回る前に打球を見ないと、今のようなねこうスローダウンして
あの場合によってはですよ、あのツーベースでエラーのついた、まあ、形上三塁だみたいなね、ふうに見えてしまうんですよ、はい、足があるんですからかどうか。初球は外のボール球、今日は犠牲フライと先制の、追加点のホームラン、ツーアウトランナー三塁、このボール左中間へ、なお1点追加、2桁得点のイーグルス10点目、あともう一歩という小杉だったんですが、甘く入りました。結局打たれてる球の反省になってはしまうんですけどね、やっぱり追い込む前の球で仕留められたというところが、まあ、一つ鉄平のうまさが光ったというのと、ワンボールの今後のボールですからね、これね、だから打たれてる球がね結構やっぱ甘いんですよね、調子のいいバッターにあの甘さっていうのが、まあ、通用しなかったという判断、多分ねこれ甘いっていう言葉で終わらせてはいけないと思うんですけども ね、もう少し慎重になってもよかったですよね。シーズンの、まあ、腰痛などもあって過ごしました。まあでも中村が戻ってきたことによって、はい、山崎と2人こう並ぶとすごいですね、ね、嬉しいなと。ボールを刺した、見失った、宮村三塁へ一気にホームへ向かってくる。一昨日も、まあ、竹山がワイルドピッチで、ボールを刺してしまって2回続いて失点というシーンもあったんですが、今日は細山田ここでボールをそらして二塁ランナーがホームイン、そらしたというよりはね、やっぱりボール見失いました分、なんて言うんでしょうね、もし万が一見失った時というのはやっぱりコール、ピッチャーがコールをしてあげる、もっと大きな声でとかね、まあ、これもう聞こえませんよ、聞こえないんですけれども、やっぱりそういったものも当然必要。アクスセンター前、これで19安打、今シーズン最多タイのチームヒット、そして12得点になりました。まさにね、うまく打つ、ねカーブでタイミング外すのかなというところでね、まあ、状態の良さだけで片付けてはいけないのかもしれませんけども、あのどう倒すかを、ね考えてほしいですね、はい、放送席ヒーローインタビューです。今シーズン初登板、初先発、初勝利、伊坂投手です。まずはナイスピッチングでした。ありがとうございます。このファンの声を聞きますと、伊坂さんのお帰りを皆さん待ってたみたいです。そうですね、本当に、楽しく投げれました。ファームの登板から数えて中4日というタイミングだったんですけども、今日のマウンドどうでした？野手の方が先に点をたくさん取ってくれたので、気持ち的にはすごい楽に投げれました。登板前、まあ、今シーズン初めてのマウンドということになりましたけれども、どんな気分で試合前過ごしてたんですか？まあ、初めての登板だったので、結果を気にしないで思いっきり腕を振っていこうと思って投げました。その腕を振っていった中で、どうでしょう、ストレートも走っていたように感じましたし、スライダーもよく切れていたように見えました。ご自身ではどうですか？そうですね、今日は集中して、丁寧に投げられたと思うので、これを続けていきたいと思います。そのピッチングの中で、まあ、最大のピンチは5回だったのかなと思いますが、あのあたりは自分の中でどうでした？まあ、変わらない気持ちでずっと投げ続けてはいたんですけども、まあ、もう一度気を入れ直して、投げました。スタンドからは次も頼むぞという声が飛びましたよ。そうですね、次がまた大事になってくると思うので、次もまた機会があれば、こういうピッチングをしていきたいなと思います。ようやくの開幕ですという、ご自身の、ね、開幕ですという感じのピッチングになりました。次へ向けての決意をもう一度お願いします。投げる試合は、試合を作って少しでもチームに貢献していけるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。今シーズン初登板、初先発、初勝利、伊坂投手でした。おめでとうございました。今シーズンの1勝目をマークした伊坂亮平投手のヒーローインタビューでした。まあ、ピンチといってもね、点差もありましたんで、はい、本当の大変なピンチというわけではありませんでしたが、しかし落ち着いて今日は投げていました。
去年もなんか初勝利こんな感じに ね, ねそうなんですよ ね, ましたけどね、だから彼はまあそれね勝ち運を持っているという判断ができるんじゃないでしょうか ね, ですよね、投げる初めての時っていうのは必ずこれで 2年連続で勝ってるわけですからね、はい、去年はここからローテーションに入って夏前ぐらいまで、まあ、ある程度3勝3敗の成績でした、はい、2勝3敗の成績でしたけど、はい、ローテーションに入ってましたもんね。そうですね、まあ、ですから期待は大きいんだと思うんですよ、チームとしてはね、はい、